参加税とるオフェンスラインでやっているときに結構思うんですけど、誰とは言いませんが、あとある女性のよしよしされた依存がすごくて、若い男を参加税に特っか引っかえか待ってもらっている姿を見ると、なんかこうやって仲間って崩れていくのかなって、その女性を見るたびに、えー、最近は災害みたいなもんだと思うようになりました。